ールがいっぱいある人間美術館なんですね。面白いです。はい、この人ね、元気あるね。ですね、いわばこれはですね、機械によるパフォーマンスということが言えるかもしれない。でも基本的にこの動きっていうものは円滑さを欠いていてね、不規則な動きをするわけですよね。だから彼はね、このティンゲルさんっていうのは機械というような存在を賛美してるわけじゃないんですよ。むしろ皮肉っぽく、扱っている。アイロニカルに、彼の作品の中にこういう組み合わせということが言える、そういう人物ですね。一番最初の、キネティックアーティストです。それから代表的な人の中では、ね、ちょっと聞いちゃう、モホリナギさんという人。この人はバウハウスでね、教えてた人なんですけれども、とっても理論派でね、さまざまな新しい表現というものを透明感であるとかね、動きであると光であるとか、そういうところを研究した人なんです。で、これはですね、これが作品なんですね。光空間調整器というもので、人工光線をコントロールした表現というふうに言われていますけれども、この人はね、カメラを使わない写真としてのフォトグラム、それから、写真を切り貼りするフォトモンタージュの作家としても知られる、いろんなことをやっています。これはライトスペースモデルータ、モジュレーターか。光空間調整器というものは、光の反射と通過と屈折などの性質を機械的にコントロールする動く彫刻として非常に有名なものなんですね。ちょっと右側動いてもらいますね。反射して壁に映るっていう部分もあるわけです。壁に光を反射させるというような作品も作っていますし、これ何になりますか。これが建物です。でここは人々が集まってきた人です。ライトで当ててこの物体というものをね、照射してるわけです。でとっても綺麗なものです。ちょっと見てもらおうかなって思いますね。ダンフレビーさんというのは、ね、この人は蛍光管を使う人です。
ですから市販のね、この丸型の蛍光管であったり直線的なものであったりっていうものを使って、見せようと。これは明らかに光だけで見せようということですよね。あとネオンサイン、そういうもので見せるという、そういうことはやっぱ特殊なこの表現の人なんですね。なかなかこういろんな展開をしていますですね。ライトツリーという作品をちょっと見てもらって、インタラクティブです。
常的に使われるようにもうすでになってきてる。この前のソチオリンピックの時も相当手の込んだあのプロジェクションでやってましたよね。おそらくあの東京で行われるオリンピックの時も相当のこの、工夫をしてですね、ダイナミックなそういうあの見せ方をしていくことになると思うんですよね。これは全てね、1920年代ぐらいから始まった、まあ、アート&テクノロジーのいろんな作家たち の, あの試みっていうものが次第次第にこう、こういう形まで積み上がってきたっていうことが言えるわけですよね。まあ、それはあの絵画とかと同じようにですね、少しずつ進歩してきたっていうことが言えるだろうと思いますね。あとね、紹介するのオープンアートっていうのがあります。先ほどのオフ地下です。